格の違いを見せつけた三笘薫に緊急事態発生。三笘、とうとう上からじゃなく横から見ても頭皮が見えるようになってしまっている。三笘の薄さが気になる。スポンサー契約で噛み切れないとかあるんかな？マジで頼むからスキンヘッドヒゲもじゃスタイルにして。実力よし、性格よし、スタイルよし、顔のパーツよしなのに青ひげと髪の薄さが目立ってもったいなさすぎる。怪我で離脱してる間なんでしなかったんやろ。足早すぎて噛みちぎれてないか。ロッペンになればいいんだよ。スキンヘッドは風の抵抗を減らしスピードを速くする。結局病名なんやったんや。腰なのは知ってるけど蹴ってももう腰の痛みはなさそうだな。ユーロやコパ、プレミア見ても三笘を超えるインパクトのある選手はいなかった。どんな強豪国でも代表に選ばれるだけの能力はある。三笘のゴールシーン見たけど、得点後に映った頭部の髪の毛の薄さが心配になったわ。さすがに頭皮が見えすぎや、同い年なのに。得点力等の総合力じゃビニシウスのが上だけど、突破力だけなら三笘のが上な気がする。プレミアでも簡単に一枚は剥がすからね。タックルには気をつけてフル稼働してほしいね。